気温が上がり、薄着になってきた今日この頃。夏本番に向けて、ダイエットを始めた人は少なくないはず。HKT48 の指原莉乃25が、自身のツイッターに実践中のダイエットに関するつぶやきを投稿。その内容に、ファンから心配の声が殺到する事態となっている。キャベツダイエットで胃が死にそう、指原は31日、死にそう、と、穏やかではない文言とともに、実践しているダイエットについてつぶやいた。指原は、世界一受けたい授業、日本テレビ系、でも紹介され話題となっている、スキャベツダイエット、を実践中。しかし、どうやら、お酢の酸味が想像していたよりも強く、胃に負担がかかってしまっている状況のようだ。アドズバイキオスクド、大丈夫、無理しないで、心配の、声続出。こちらのツイートのリプ欄には、ファンからの心配の声が続出。痩せなくてもいいのに、といった声も相次いでいる。大丈夫、無理しないで、9、これ以上痩せなくていいよ。リノちゃん、死なないで、もう太っても良いじゃん。ナオミを見習え、9、リノちゃんすでに細いのに本当に努力家なんです。中には、指原の努力を惜しまない姿勢を称賛する声や、そんなに大変な思いをするくらいなら、太っても良いではないか、といった声も、スキャベツダイエットとは、指原も実施している、キャベツダイエットとは、千切りにしたキャベツ2分の1個を5さじ2杯の塩で塩もみした後、酢200立方センチメートルを入れてもみ込み、半日ほど冷蔵庫で寝かせた、スキャベツを用いたダイエット法。このスキャベツを、毎食 100g 程度、毎食前に食べることで腸内環境が整えられ、ダイエット効果が期待できるという。このダイエット法を、世界一受けたい授業、番組内で実践した、なでしこジャパンの元メン。丸山香里奈、35、は、2週間で体に変化が現れ、放送後大きな話題となっていた。理想の体重を維持しているのは5人に1人調べ編集部が以前、全国の20から60代の男女1343名を対象に、体重について調査を実施したところ、今の体重は理想通り、と回答した人は、20.8% という結果に、マルシーマークニュースサイト調べ、理想通りの体重の人の割合を、そうでない人の割合が大きく上回っている。ダイエット法は、体質などによって合うものと合わないものがある。やっているからといって、体に異変を感じた際には、決して無理をしないでほしい。合わせて読みたい、病院送りになった人も、雑誌や WEB で見た、嘘だらけの美容法、文、調べ編集部、もやこ、調査概要、方法、インター。リサーチ、クズー、調査期間、2017年7月14日から2017年7月17日対象、全国20代から60代の男女1343名、有効回答数。